さてとやってきましたよ、神代田駅。駅から降りるのは初めてだな。これね、折り返しになるんですけどね、こっち実は上り線でね、駅の表示はこんな感じね、相互乗り入れなんでね、この先まだまだあります。西春駅がありますからね、もう見ての通り普通に普通にこの先も線路は続いてます。ターミナル感はほとんどないかな。なるほど。で、神代田行きのやつは駅止めで、引き込み線から下り道に入るかと思ったらそうじゃなくて、一回この先に行くんですね。で、この先の方にスーッと行って、そこで折り返し作業をやるんですね。で、真ん中の2つが一応、あ、ターミナルありますね。ぐーっと寄ったら見えるかな。はい、ターミナル発見。よかった、一応ターミナル見れましたね。で、あ、引き込んだ先からで、これはね、橋の方がこのまま名鉄犬山線かになっとって、犬山まで行きますよっていう構造なんですよね。ちょっとね、この辺りの構造はね、どこどこで、これね、犬山方面から、豊田市に行きましたね。で、でもこれに乗ったら、豊田市駅、まあ結構地元の人は市駅、市駅って呼ぶ駅なんですけど、豊田市駅まで行けますよということです。一応普通っていう風にね、枠になってますけど、基本的に今は急行っていうのは走ってません。昔はね、急行種別とかあったらしいですけどね。待っとったら、東駅止まりじゃない列車もやってきますよということなんです、ね。で、面白いのが、さっきのね、路線図、地下鉄の路線図で見たらいいか、下にあるで、それを見た方が早いか、でした。この駅はもうせっかくなら1回降りるし、ちょっと飯も食べたいしね。よいしょ。ちなみに神代田はね、結構いろいろ、商業施設も多いですからね。よいしょ。意外と駅自体はそんなに大きくないんだな。よいしょ、しまった、こっちにしまったら出しにくい、めっちゃ出しにくい。よいしょ。よいしょ。さあ、やってきましたけどね、この説明するにはね、このね、路線図を見るのが一番早い。この先は書いてないけど、普通の路線図どっかにないからないな。あ、やっぱね、そっか、別に倉庫乗り入れじゃなくなるから、この駅は、この駅は管理は多分名鉄になってるのかな。で、地下鉄ね、こんな感じ で神代田からで、クーって犬山の方に行くような図があって、で、犬山からまた神代田の方にシュッて行く図があると思うんですよ。それがね、名鉄で見ると分かりやすいんですけどね、名鉄で行くとこうなるんですよね。神代田があって、そこから犬山があって、で、このピンクのね、小牧線というのがあって、それが神代田、神代田から神代田線で、またここから地下鉄に乗れるんですけど、実はこの鶴舞線がぐーっと上がってきてると、別でこれ神代田って駅ですけど、別でね、中代田、下代田ってあって、ね、東琵琶島とかスーってある、ね、で、名鉄名古屋の方に行く路線もあるんですね。実はこれが犬山線の始発は実はですので、別に神代田から始まってるわけじゃなくて、この先また別の方角からね、ですね、こんな感じね、普通に、いわゆる伏見とかあっちの方に行く地下鉄も走ってますけど、別で名鉄名古屋の方にも直接行けるんですよ、こいつ、ね、結構便利な駅なんです、ね、本数もですからすごく多いんですよね、すごい結構豊富じゃないですか。ですが、東海先とか国際空港なんかでもね、直接行くこともできるっちゃできるわけですね。まあ大体特急に乗り換えになると思いますけどね。さあ、
よいしょ。ちょっと図分かりにくいな。どっかに地図があったらね、駅の構造分かりやすいんですけどね。あちらにモゾ近いっす。あのイオンタウンのね。この先ちょっと行ったところでね、だからまあなかなかね、ですから車で行くことが多いかなと思いますけど、あそこはここの立体構造もなかなか複雑でね、結構見応えあるっちゃあるんですけどね。こんな感じね。そこにローソンあるんですね、知らんかった。ストンといって、この先に線路があるんですけど、ここからね、ちょっとね、独特な線路の伸び方してるんですよね。どっかから取りやすいところないかな。駅の外観はこんな感じ。規模の割には、こじんまりとした駅ですよね。よいしょ。どっか飯食うところなかったかな。駐車場も結構空いてますね。まあ、名鉄巨匠がやっぱすごいですよね。いくら、24時間900円、まあまあまあこれぐらいの値段ですよね。ちょっと飯食うところ探すか。よいしょ。ちょっと地図出してみましたけどね、ちょっといい地図が見たらかな。ここがね、神代田駅で、あんまり思ったより食べるところがないな。ちょっとやっぱ、あっちまで行かないとダメですけど、まあ5分ぐらい歩けば行けるってことですけどね。で、ここがイオンタウンね。で、ここが神代田駅で、さっき見たように、この先は、まあ、これにはスーってなってます。ここに引き込み線があってねっていう、さっき映しとったところですね。で、反対側がちょっと面白い構造なんですよ。こんな風に、まだここから先が2つに分かれておって、地下鉄の方に入っていくやつと、こっちが地下鉄かな。右側が地下鉄。で、下側にこんな感じで、中尾台とかになってる方ね。こっちが名鉄の犬山線と、いうことでね。こういうのがここで合流しますよっていう形で。で、こっちから犬山に行くやつもあるし、まあ、こっちから来るやつはもう全部基本的に犬山方面、岩倉までは少なくとも、行くような運行形態じゃなかったかな、ということですね。名鉄さんの施設がいっぱいあるみたいですけど、あれ、思っとったより、そうか、ね、こっちに行けばね、いっぱい飲食店あるんですけど、あんまこの周りは、あまりないのかな。ちょっとなんか買って食いたいけどな、しまったなって感じですね。よいしょ。ここも有料駐輪場もいっぱいありますね。ここは定期券も使えるんだ。あともう一つね、そう、もう一つ特徴があってね、ここのね、二つの線路が分かれる間を、なんか線路が横にブチってぶった切ってますよね。こいつがあの噂の城北線ってやつですね。あの、ディーゼル。愛知県で唯一の、ディーゼル運用をやってるね、あの、無駄に高規格な伏線のね、高架化されてるっていう、そういう、路線なんですけど、あの、非常に残念で有名な、ね、路線ですけど、一応乗り換えはこの小田井駅っていうのがあって、一応乗り換えできんことはないですけど、まあ、イオンタウン行った方が近いぐらいですからね、まあ、そんな感じですので、特に乗り換えの案内も何も出てません。一応この奥ずーっと行ったら小田井駅っていうのがあるはずなんですけど、もうちょっとさすがにそこまで行きません今日は、まあ、こんな感じですよっていうことですね。どうしような、どっかで飯そろそろ食いたいな。もう言って9時半ですからね。よいしょ。行き先方の表示が面白いですよね。本当にいろんな方角からいろんな方面に、出てきますんで、柏森って、あれは新大沼駅なんて出るんですね、こっちの方からね。スーッと、ね、普通地下鉄経由の豊田市とか、そう、豊田市駅は豊田市駅で、地方行こうと思えば
大回りですけど、普通は豊田市行きって言ったらここからそのままね、直接ね、鶴舞線に乗ってのはここに書いてありますね、鶴舞線ってスーって乗ってね、で赤池から豊田市行きまでね、あこれはあのぐるってなってますけど、豊田市行きまで直接出てますからね、普通これに乗っていくんですけど、一応行こうと思えばここからぐらーっと大回りして、大回りをして神尾台、ね、神尾台からぐるーっと名古屋経由でね、ずっと行って地流で降りてから、三河山線乗ってね、ずっと、登っていくっていう手もあるんですけど、まあどちらにしろ現実的、あでも急行使ったら意外とあんまり変わらなかったりするのかななんていう思いもありますけど、何回かね市駅に行くのにね、この名鉄経由ってやってみたことあるんですけどね、まあまあ大変は大変です。まあ地流の乗り換えがまたちょっと楽しいっちゃ楽しいですけどね、うん、そんな感じかな。とりあえず順調にポンポンポンと来ましたから、上井田か、上井田に、行くにはまたちょっと折り返して折り返してになるんで、どうしような、上信の駅に、行ったらあいつがあるな、すき家があるけどな、よし、そうしようかな、上信までとりあえず出ちゃおうかな、よし。